どうもこんにちは、天下無敵のビールバカ AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、僕がねどうしても飲んでみたいカスタムアレンジしたビールを飲んでいくシリーズ第2弾やっていこうと思います。今日はこちらねご用意しました、卵を入れてねエッグビールっていうのをねやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。僕最初これ知った時ねってなりました。マジってなったんですけど、結構ねむしろ定番ぐらいな感じっぽいですね。 YouTube 見ると動画が3本ぐらい上がってるんかな、意外と少ないなっていうのがね僕が見た印象です。で卵の、白身は抜けて、黄身だけですね、オーランだけを入れると。でガムシロップ、これはね入れても入れなくてもどちらでもいいらしいんですけど、僕は今日入れようかなと。あとはまあかき混ぜてもかき混ぜなくてもどちらでもいいらしいんですけど、そういった感じでね作っていくらしいです。で今日は普通のビールでやるんですけど、これをね黒いビールでやってるとイエローサンセットって言われるカクテルビールになるそうです。昔からある卵酒ってあるじゃないですか、日本酒に卵入れるやつ、あれのビール版って感じですね。卵ってやっぱ栄養の塊なんで栄養価も高いと。あと結構歴史があるみたいで、アメリカのバーテンダーが二日酔い直すためにビールに卵とトマトを入れて飲んでたりしたらしいんですよ。で卵で味がねまろやかになる、苦味が抑えられて需要競争もあると。結構ね定番なねカクテルドリンクらしいですね。よし、じゃあね作っていきます。やべ、ああ大失敗だこれ。待ってよ、まずは黄身だけをこうか。ああ皿が1個いるんだったな、やっちまったなこれ。うわやば、大失敗。黄身だけ作れたけども、僕白身別に大好きなんでこれこのまま飲んじゃいます。で黄身が取れました、よしナイス。でガムシロップを加えましょう。でこれまずね混ぜましょう、軽く。 OK、 よし、じゃあビール入れていきます。混ぜましょうか。できましたね。見た目はですね黄色いんでみかんが入ってるようにも見えますかね。なんかパッと見フルーツビールのように僕には見えちゃいます。よし、ではね飲んでみたかったエッグビール飲んでみたいと思います。いただきます、乾杯。うまっ。これはガムシロのおかげですね。もうまるっきりフルーツビールって感じですわ。はあ、ちょっと卵っぽいか。自分で作ってるんでこれ卵じゃないですか。でもね見た目がねみかんっぽいし、みかんっぽいって言っちゃったからなんだろうな、脳が麻痺するのかな。これがね甘いんでねフルーツビールっぽいんですよ。でみかんじゃないのにね、みかん、あれみかんじゃねえ、なんかね飲んでるとわけわかんなくなりましたね。ちょっとねもう一口飲んでみたいと思います。うわこれ卵浮いてるけど、やっぱね見た目がねみかんのように僕には見えますね。不思議。いってきます。飲みやすい。これはでもちょっとガムシロ入れてないバージョン飲んでないんでわかんないんですけど、後ろないと飲みにくいかな。ラスト行ってきます。はい、お疲れ様でした。そしてごちそうさまでした。ね美味しかったですね。僕最初エッグビール存在した時って本当に思ったんですけど、でもねまたやろうとはねあんまちょっと思わないかな。卵は卵で好きなんですよ、ビールも好きなんですよ。なんで、まあ、目玉焼きとかゆで卵食べながらビール飲んだ方が僕は美味しいし好きかなっていうのはちょっとねありました。でこれ見てて思ったのが、つぶつぶみかんっていうねジュースあるじゃないですか、あれが入ってるような混ざってるような感覚もあったんですよ。ちょっと次はね僕あれ入れてつぶつぶみかんで割ったビールちょっと作ってみようかなってね今思いましたね。これ今度ねやってみます。
はい、次回予告になります。明日がですね、僕が飲んでみたい、やってみたいアレンジカスタムビールの第3弾ですね。で、昨日今日のはもともとね、あるレシピを僕やってます。で、明日やるのはですね、僕オリジナルで考案してますね、多分ネット上にも存在しない、ビールの飲み方やってやろうかなと思ってるんで、もしよかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。